今回作成するのはこちらの変形する発泡手裏剣です。少しずつずらすように広げていくと中心に大きな輪のある手裏剣に変わります。この形になります。中心に寄せると元の発泡手裏剣に戻ります。この手裏剣を作っていきます。用意するものは色違いの折り紙を4枚ずつ、合計8枚です。それでは早速作っていきます。色のある面を手にして三角に折ります。縦に裏返します。縁から2ミリぐらい開けて折ります。この隙間がスライドさせるためのスリットになります。裏返して同じように折ります。角と角を合わせて折り筋をつけます。内側から広げて潰すように折ります。潰す位置を確認するため裏返して折り筋が一直線になるように折ります。白い三角を縁に沿って折り筋をつけます。少し広げて白い三角を今つけた折り筋で一番内側に折り込みます。ついている折り筋で折ります。これでユニットが1つ完成です。これを8個作ります。8個できたら組み立てです。ここが爪になります。2つ目のユニットを開いてスリットに爪を引っ掛けるように差し込みます。これでスライドするようになります。残りも同じようにつなげていきます。最後も同じようにつなげます。これで完成です。変形させてみます。中心に寄せてみます。この形になります。少しずつ広げてみます。
最後まで広げるとリースのようになるので、この辺りがかっこいい手裏剣の形だと思います。もう一度中心に寄せてみます。変形する発泡手裏剣でした。ご視聴ありがとうございました。